どうも。おはようございます。おはようございます。いよいよですね。そうですね。伸ばしっぱなしの髪を今日切ることになります。お待たせ。ちょっと変だな。どうしていいか分かんなくてさ、そのまま伸ばしてんだ。ちょっとこう七三にしてもらっていいですか。こう、どうなるんですか。田中です。田中あるぞ。田中です。やばい。ああ、いいですね。まあそれが本当にもうかっこよくなったなっていうのもありですよ。美容師さんにのところに行って、あのかっこよくしてくださいっていうふうに言ってみようか。うん、どんな髪型になるのか交互期待です。こんにちは。はじめまして。マッキーです。何さんにお呼びした。どちかです。あ、ちかさん、はい、ずっとあの相方がお世話になってます。はい、こちらこそです。今日はよろしくお願いしま す, お願いします。美容室はどれぐらいぶりですか。15年ぶりぐらいかな。っていうか、もう俺なんていうのかな、デビュー当時からずっと前髪パッツンの髪型しかしてこなかったから、もともとはほぼ原西さんの髪型にここが伸びてるみたいな。これどうしよう、もうチカさんにお任せしちゃった方がいいのかな。ちょっと僕めんどくさがりなんで、なんか自分で やれるような。大丈夫です。あ、大丈夫。あ、大丈夫ですか。でそれがモットーなんで。うわー、今来てる芸人さん、そうでしょ、みんなそんな感じだと思うんですけど。僕は聞いたことあるのは原西さん、誠二さんで、ヒデさん、あと誰誰ですか。まあ、あでも大の字2人もそうですし。大の字2人、うん、あとまあ、いっぱいいますよ。ロバートも、ババちゃん、ヒロシ、うーわ、すごい。金光、ジョイマン、ゲタニ、うわずっと出てくる。あと入江と福ちゃん、ガリト中、そうなんだ。あとムーディーも、天心木村も、天心向井も、だから思うと大体ちゃんとセットしてる人で言えば大輔さんとか、うん、でも自分で、でも自分でできる人なんで、あと小杉さんも自分でセットするんですけど、短くすることで全然あの 薄着には見えない感じで、そういうだからハゲも上手だと思います。実力派俳優にも見える系のにもなってました。実力派俳優に見える、聞いた、これドラマの仕事来ちゃうよ。じゃあ行っちゃうんですか。じゃあちかさん、よろしくお願いします。お願いします。伸びた中身。あ、おお、もういきなり。全然、いきなりバリカンで全く迷いがない。おお、めっちゃき、おお、まあもちろんプロだから当たり前なのかもしれない、手際がめちゃめちゃいい。だって誠二さんの頭6分で終わります。本当本当に。でもこの間6分だと思ってて、時間見てたらこの間1時26分から始めて、はい、1時40分には外にいました。4分で聞いてた。こうもう切ってますね。結構切ってる。でもそろそろこの後のこうやってのこと言っちゃっていいですか。もうね。はい。どうしてくんですか。パーマしたいんです。パーマ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 。うーわー。パジャマちゃんになって、はいはい、髭も別に隠る。ああ、なるほど。隠すわけじゃなく自然にパジャマちゃんになるから。っていう。どうかしら。楽しみ。俺全く頭がなかった、パーマって。そうっすよね。やったことあるんですか。ない。あ、ないんですか。人生初パーマ、面白い。どういう笑い方なんですか。一応今これだけ切りました。うわ、すげえ量。まだざっとですけど。うわ、あっ、うわ、気持ちいい。ここもっさもさあったの。人生初ロット、初ロットなんです、これ。初ロットなん。あ、
見たことあるこういうの。あのラクダ引っ張ってる人みたい。だから俺本当にデビューしたての時はあの吉田栄作さんみたいな髪型、真ん中分けのサラサラヘアだった。いつの第四世代？これは95年。95年。うん。俺らの2年目。結構大々的に取り上げてくれてる。若い。ほらほら、この時俺中分けさん。栄作ヘア。あ、こっちもほら、これ中分けが分かりやすいこれ。じゃあ丸1年ぐらいは中分けでやってたんだな。そろそろ外します。ロット。はい。じゃあ目をつぶります。ちかさんお願いします。はい、変わりますよね雰囲気。うん、全然変わりましたね。マジで？はい、点数100点ですかね。完成ですか？はい、完成です。目開けますよ。いけますか？はい。3、2、1。おお、どうですか？いい。いや、めっちゃいい。花が出ますね。面白いし、かっこいいし。多分面白く、前髪次第で面白い部屋にも多分、うん、こうやったら多分ね、面白い部屋になるんだから。なるほど、なるほど。もう顔がめっちゃ、そう顔が見えるし。そうなんですよ、前髪後ろ見せますね。あの、絶壁がない。これをこうなるようにしてる。あー、ボーボーしてる。え、でも真顔にしたらイケメン俳優みたいな。そう、あ、いるかもしれない、うん、もう変わったよ、めちゃくちゃ変わったよね。別人ですね。めちゃくちゃ変わった。おお。ですね。これめっちゃいいじゃん。最高ですかさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ラクチンヘア。ラクチンヘア。ハゲてないように見えるのね。ハゲに目がいかなくなるんですよ。不思議。どうですか、マキさん、満足度は？満足度も 100% ですよ。さあ、ちょっと見てこれ。いいよ、いいよ。いいでしょ。いい。めっちゃ良くない？オランダ代表みたい。オランダ大カウント。いや、いいじゃん。いや、マジでいいのよ。まあ、チカが着るから。チカさん、天才だね。いや、間違いないしね。ありがとうございます。あ、いいね。なんかさ、面白さもあるしさ。いや、てか普通にやっぱかっこいい。え、そう。顔立ちいいから。そう。俺としては前の方が好きだったから、もう舐める。先生、もういろんな想像はしたけど、立ち位置こうなってる。あ、もう気持ち悪いよ。どうもどうもって漫才とか出てても全然いいでしょ。うん、まあ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 、違和感はないかな、なんか。でも、なんか、出産しすぎてて、うん、面白いでしょ。面白いでしょ、面白さもあるでしょ。なんか、だからこれで、ギャグとかなんかね、いいですか、1個だけもう浮かんでますけど。いや、ちょっとかっこよすぎて笑えるんじゃないかな。そんなわけないでしょ。パーマにしたからビンヨヨヨ。いや、関係ないじゃん。おい、いや、関係ない。いいでしょ、これ。いいわ。突っ込んだところなるしょうと。うん、ちかさん、本当ありがとうございます。俺が本当にこのマスクの下笑ってるかどうかです。そこを笑ってろ。笑ってろ。笑ってろ。やばい、ちょっと僕あの髪切りに行ってくるんです。ここできんねんのかい。あー、うまい。髪を最前線にやっぱ利用して突っ込むよ。もういいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。さすが。